30度目の忍ぶじ東日本女子駅伝、色とりどりのコスチュームと思いを身にまとって18チームが今スタートを切りました。9区間 42.195 キロの物語が始まっていきます。選手たちは競技場を一周して一般道へと飛び出していきます。では参加チームをナンバーカードと合わせてご紹介します。北から1番は北海道、地元福島は7番です。白地にパープルカラーのユニフォームです。優勝候補の呼び声高い10番群馬がオレンジ、12番埼玉、13番東京、そして初優勝の期待もかかるライトグリーンの18番静岡、以上18チームです。千葉が早くも松崎陸を引っ張っています。最初の1キロも楽しみです。ランナーたちはいよいよ競技場を後にします。リオまであと2年、東京まであと6年です。第30回東日本女子駅伝、30回目の晩秋の福島路、その先にはきっと世界が見えてくるはずです。6年後7月24日まであと2083日です。2020年のその日、私たちは何をしているんでしょう。その日どこにいて何をするか、ランナーたちはもう決めています。光を探してもう走り出しています。千葉の松崎莉子が果敢に飛び出しました。それに群馬の森、さらに北海道の清水美穂、強いランナーがさあ一気に、花の一区と言いますが、花というには強すぎる、厳しさを知っているから美しい18人のランナーたち、今レースが始まっています。第30回の記念大会東日本女子駅伝、解説はおなじみ増田明美さん、そしてゲスト解説に小出義雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず増田さん、はい、このレースの展望、30回記念大会ですが、はい、はい、お願いします。選手のベストタイムを足すと、群馬県と神奈川県が頭一つ抜きに出てるんですね、はい、でも駅伝というのは足し算ではありませんので、底力のある東京や今突破している千葉、はい、埼玉が上位に来ると思います、はい、そして福島は平均年齢が 16.7 歳という若さですので ね、はい、この勢いにも期待したいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして小出さんにはまずはレースを楽しんでいただいて、はい、最初はこのランナーたちのどんなところをご覧になってますか。やっぱりね、それぞれフォームがみんな違いますね、ええ、そういうフォームにね、ちょっと着目をしてみたいなと思いますね。ピッチ、ストライド、あるいは腕の振り、うん、この肘の張り方まで全員違いますからね。それはね、はい、やっぱり親からもらった、ね、骨格ってあるんです、はい、だからその骨格に合った走りをできればいいんです、はい、無理に直すとね、また1キロのスプリットなんですけどもね、3分12秒あるいは3分11秒という速いペースで行きました、はい、松崎さんが積極的ですね、はい、そうですね、ね、インチョンのアジア大会でもね、松崎さん 5000m で自己ベストを出してますもんね、松崎はレース前に1キロ3分10秒で押していきたいと、6キロを19分フラットで行くペースになるわけですが、まあ、そのようなペースになってくるかもしれません。ペースは速いとはいえ、増田さん、まだ選手は一段ですね、はいはい、ですからまたトップが変わりましたね。あ、今度は埼玉の菊池優子、白鴎大学の4年生が先頭を奪います。そしてセンターライン側からは静岡の安藤由香です、20歳の選手です。それから群馬の森井ゆりか、26歳、去年は群馬6位です。そしてその後ろに新潟の森川千秋、区間賞この大会3度を取っています。さあ本戦のレースが始まります。10人くらいが横一線となっております。静岡、新潟、栃木、埼玉、そしてセンターライン側からは神奈川、さらに千葉の松崎と、さあ一段ですけれども、この松崎選手の走りをご覧になって小出さんはいかがですか。やはりいいパネしてますね。あ、はい、やっぱりね、日本代表でね、アジア大会出るだけのもの持ってますね。区間記録もあるいは望めるペースになってきました。ここからペースが上がるとしたらとんでもないレースになりますね。そうですね、群馬県の森ゆいかさんなんかはね、はい、やっぱりいつ出てもおかしくないっていうような、もう集中した、はい、いい感じで今走ってますね。そうですね。さあこの大混戦のレース、第一放送車吉川美香さんに乗っていただいていますが、どうご覧になっているんでしょうか。フジテレビの鈴木アナウンサーお願いします。はい、第一放送車ではロンドンオリンピック代表で、この大会でもアンカーとして優勝のゴールテープを切っています、吉川美香さんとともに先頭集団の模様をお伝えいたします。吉川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、現在この1区ですけれども、吉川さんもこの東日本女子駅伝1区を走られた経験がありますが、この1区のポイントどのあたりでしょうか。
最初はフラットのコースになっているんですが、後半、下りが待っているということもあって、本当にスピードだったり、自分の力というものを最後まで残せている選手が前の展開をできるかなというふうに思います。なるほど。そういった意味ではですね、千葉の松崎理子が最初飛び出してきましたけれども、はい、今この集団の中に入るような形になりました。どうでしょうかね、今この集団、先頭集団をご覧になっていて印象というのは。そうですね、松崎選手が本当にハイペースというのを作り上げた中、群馬の森選手と、千葉県の松崎選手を皆さん、意識しているかと思うんですが、はい、その中でも神奈川の泉田選手、静岡の安藤選手がすごくいい動きをしているかなというふうに思うので、はい、これからが楽しみです。今名前にはありましたこの1区を任されている群馬県の森ですけれども、まあ、持ち味はラストスパートということですので、この第1区終盤どういった足を見せるかというところも一つ注目ですね。はい、そうですね、スピード勝負がすごく楽しみになってきました。はい、この第一放送車では吉川さんとともにこの後も先頭集団の模様をお伝えいたします。はい、レースは 2.5 キロ、1キロのスプリット3分12、2キロが3分16ですが、さあここまで素晴らしいペースで進んでいます。それぞれやはり腕の振り違いますが、少し選手がこぼれてまいりました。宮城、そして山梨でしょうか。さあこの中で、まあ、10人が並んでますが、小出さん、はい、特徴的なのがやはり腕をこう下げて走っている静岡の安藤ですかね。うん、そうです、これはね、決してね、悪い方じゃないんです。はい、自分のね、体に合った走りしてる、経済的な走りしてますね。はい、おそらくね、このままでいくとね、最後の1キロぐらいが勝負になりますね。はい、1区はみんな強いのが集まってる。そうですよ ね、そうですね、最後の1キロは勝負。うん、はい、この安藤さんだってね、だから教科書通りじゃなくていいってことですよね。そういうことなんです。彼女豊川高校出身ですけども、目標がマラソンで東京オリンピックに出場して金メダルを取りたい。あ、いい国ですね、いいですね。さあ少し広がってそれが縦長の展開になってきます。まもなく3キロ、先頭は群馬の森ゆいか、しっかりついているのが新潟です。そして千葉の松崎も姿が見えています。さらに歩道側からは北海道の清水美穂、このランナーも強いランナーです。3キロの通過ですけれども、やはりペースは上がっているのかどうか。もう10分は確実に切ってますね。早いペースですね。3分14、9分42、ここまで1キロアベレージが3分14という。通常はですね、ここまで3分20ぐらいで行ってゆっくり行って、そこからだんだんと1キロごとにペースが上がっていくというのがこのレースの、まあ、方程式だったんですけども、それよりはかなり速いペースで進んでいます。それでもランナーはまだ2人3人がこぼれたぐらいということで、15人が大混戦の状況となっています。さあこれからレースはどう動くんでしょうか。乙女の戦いが今始まっています。はい、バイクリポートは、現在先頭集団につけています。かなりここに来て急に縦長になりました。いきなりペースが上がっています。その中でもしっかりと前についていっているのがナンバー13番の東京関根花見です。社会人としてお手本になるようにという関根ですが、3度目の東日本女子駅伝、過去最多8度の優勝を誇る東京、9度目のてっぺんを目指して、さあ今先頭レースを引っ張る形になっています。東京の関根がこれは前にぐっと出ました。中学生時代からこの大会を走っております。その東京の関根のレース前のコメントです。フリックはその流れを作って、その後の区間を勢いづけるのにすごい重要な区間だと思うので、次の区間の人がよし頑張ろうと思えるような勢いのある走りをしています。普段はほんわかした表情なんですけれどもね。小出さん、どうですか、この関根さん。関根さんはね、足がもう長くてね、すごくいいバランスしてるんですよ。だから将来楽しみですね。すでにスピードもあるし ね、3000の、ね、タイムもいいんですよ。ね、3000のベスト9分6秒97というスピードが残っていますが、一気に離して15メートルほど前に出ました。そして群馬、千葉、埼玉、それが2位争い。しかしこれは大混戦です。まあ、第1区は1秒差の決着が過去4回5回あるということなんですが、まもなく第1中継所に入ろうとしております。選手は忍橋を渡っています。中ほどまでは登っていきます。それから下り坂、仲間の姿が見えてきます。東京が先頭です。見えましたね。さあ過去8度の優勝、早めにスパートをかけたいと言っていた関根です。トップで第1中継所にやってきそうです。
第一中継所福島テレビ酒井勇樹アナウンサーです。はい、じゃあ先頭来ましたので、監督が絶対の信頼を置く実業団のエース、早くも世界の舞台で輝きを放ち始めた大学生、爆発力を期待され抜擢された高校生も、強豪ひしめく花の1区は6年後の大舞台を見据えたダイヤの原石が火花を散らしてラストスパートに突入です。エース級のランナーたちはこの区間の快走がチームの勢いを左右することを知っています。まず最初にやってきたのは東京関根花火、たすきリレー19分1秒好タイム、7年ぶりの区間賞。続いて群馬、千葉、新潟、北海道、埼玉が行きました。ここまで8秒差。そして地元福島頑張った、それから静岡、佐賀、神奈川がやってきます。そして山梨、栃木、長野と通過していきました。力のあるランナーが揃った1区には、千葉は 5000m のスペシャリスト松崎理子、神奈川の森田香織20歳、戦力充実の東京は関根花見19歳、共に開花待つニュースターの筆頭です。オリンピックへの船出となる新たな航海に乗り出す準備は整っています。第31回東日本女子駅伝の号砲が鳴り響きました。未来を切り裂く選手たちが福島の地で黄色のたすきに思いをつなぎ、黄金に輝くためのレースに挑みます。大学実業団の実力者たちと将来の魅力ある中高生の逸材が織りなす東日本女子駅伝出場チームです。ナンバーカード1の北海道から地元福島、関東勢は優勝候補がひしめきます。連覇なるか群馬、そして東京、千葉、神奈川の3強も虎視眈々と頂を目指します。ナンバーカード18の静岡までの18チームが東日本の女王を目指します。その状況の中、18都道県の1区のランナーたちが競技場をこの後後にしまして、6キロの道のりを駆け抜けていきます。女子陸上界の新たな幕開けを告げる東日本女子駅伝、ふるさとの思いを乗せた夢の詰まった原石たちが女王の座を確立するまでの険しくも輝かしい道に挑んでいきます。冷たい雨の中、18人のランナーたち、千葉の松崎理子が5メートルあるいは10メートル抜け出して、それを追って神奈川の森田香織、パナソニックの2年目、それから埼玉の山崎里奈、これもパナソニックベテランランナーです。追いかけていきます。長野は日体大2年生の細田愛です。レースが始まりました。来年のリオ、5年後の東京、未来は近づいてきていますが、しかし夢は近づいてなんか来ません。夢をつかむにはどうすればいいのか、これからランナーたちが教えてくれるはずです。本気じゃなければ話にならない限界スピードの戦いの中、限界のその先に夢があります。第31回東日本女子駅伝です。たすきのぬくもり、そして沿道の声援が心の支えです。今回千葉と東京はちょっと頭一つ抜けてるかなっていう感じがしますけれども、鈴木浜松アスリートクラブの選手3人置いている静岡ですとか、はい、去年優勝しました群馬は中高生で固めてますので、その辺も侮れないですね。そうですね、千葉、埼玉、そして東京、さらに神奈川、さらに静岡という、トップ5ということになります。まもなく1キロを通過してまいりますが、さあ小出さん、はい、まあ、日本陸上界駅伝で心強さを磨いてきたわけなんですけれども、この駅伝の良さどんなところでしょうか。あのね、今までね、このオリンピックとか世界選手権にね選ばれる選手っていうのは大体この駅伝からスタートしてるんです、だからこういうね駅伝でこの人の輪をね大事にしたりね、練習も情報を得たりね、それでこの特にこの駅伝がね大事なんです、なるほど、だから私もねこういう駅伝があるから子どもたちが夢を持ってねますますねいい選手にこう出てくるのかなと思ってます。はい、東日本女性ランナーが必ず通る道、18人強いランナーですが、実に10人が中学生の時にこの大会を走っています。強くなって帰ってきてくれました。こんなにもねレベルが上がったのかなと私今思ってますよ、はい、今までこんなにペースでいけないよね。いけない、それについてるのがすごいです ね、後ろの東京の関根さんなどは去年ここの区間賞ですからね、はい、いい顔ぶれです ね、こういうことあの人たちがねだんだん成長してね日本を支えていくんだと思うよ、埼玉のこの山崎さんっていうのも普通は
アンカーの10キロ走っていいような選手がそういう感じですね。埼玉は山崎さん1区ですからね。前半重視型のオーダーになってきたかもしれませんね。2年連続の区間賞に向けて少し抜け出しました東京の関根です。去年はラスト1キロで抜けたんですね、うん、そうですね。で今年は関根さんレース始まって2キロからスパートしたいって言ってたんですけども、はい、まあ、本当にそれに近い走りができてるっていうのが小出さん素晴らしいですね。そうね、あの全然力んでないよね、自然体で走ってる、ね、これがいいね。性格はね、うん、結構おっちょこちょいで、うん、あの去年の東京チームのジャージ上はあるんですけども、うん、下が見当たらずに、うん、あの東京チームの監督の山下幸子さんに電話して、うん、ジャージを借りてきたっていう。そこがいいじゃないですか。普段はねとてもあどけない表情なんですけれどもね、やっぱり、勝負心持ってますね、はい、今引き締まっております。でもこの前の方にいる人たちはみんないい走りしてるね、阿久津そして茨城の高校生、うん、小井戸も頑張っております、うん、水上高校の3年生です。さあレースは間もなく県庁に向かってまいります。県庁前通りからここから選手たちは右にカーブを切っていきます。あ、関根がこれは塩原さん10メートルほど抜け出しましたかね。1秒か2秒あるいは3秒という、もう7秒の差をつけました。7秒差、完全にもう関根が抜け出して、さらにこれもっともっと今開いてきてますね。吉田さん、はい、50メートル差つけてますね。これはすごいスパートになりました。さあ一気に東京の関根が抜け出しております。さあそして後続第2放送車はフジテレビ福永一重アナウンサーです。どちらでしょうか。現在先頭からは350メーターほど差がつきました。18位、最下位の今福島チームに第2放送車つけています。ああ息遣いは少し荒くなってきましたね。ですね、去年もね関根さんはアジアジュニア選手権3000メートル銀メダルを取っている強い選手ですよね。はい、豊川高校では高校全国駅伝全国制覇も成し遂げました隅あずさの1学年上関根花美、残り500メートル今タスキを取りました。タスキを取りました。さあそのペースはどうでしょうか。あ、さらに引き離して塩原さん、これはどれくらいの差になってますか。8秒とさらに開いた感じになります。これ本当に3キロの中間点過ぎてからのこの抜け出しはすごいですね。やはり、そうですね、5キロ過ぎてから深呼吸を1回してもう1人が、ね、あとアリゾナ本当にリラックスした力強い走りになっていると思います。後続の追撃を許さないとばかりに飛び出したナンバーカード13番東京の関根です。中継所に向かっています。今年も関根花見がトップで第一中継所にどうやら向かうようです。残りは250メートル、橋を降りていくと仲間の姿が見えてまいります。第一中継所福島テレビ酒井祐希アナウンサーです。実績かプライドか、それを上回る熱い気持ちか。5年後の大舞台を見据えるダイヤの原石たちがしのぎを削る花の一区、同世代のエース級を競り落として得た東日本女子駅伝1区区間賞の称号は、夢の舞台に一歩近づく自信としてアスリートの心に刻まれます。トップでやってきたのは東京関根花見、間違いなく2年連続の区間賞、かなりの好タイムが出そうだ。先行逃げ切り先の東京、待っているのは戸口梨花、2段ロケット今エンジン点から18分55秒、好タイム。そしてやってきたのは埼玉ナンバーカード11番山崎里奈、ふるさと選手から高澤真帆へとたすきリレーです。そして3番手が栃木、そして静岡、その直後茨城と続いていきました。リオオリンピック 5000m 日本代表東京上原が1区を走ります。4年後期待の群馬、東日本最速ランナー岡本など1区は実力者が揃いました。それぞれが限りない情熱を秘めています。スターターはリオオリンピック男子 400m リレー銀メダリスト飯塚翔太さんです。この後特別ゲストとして番組にもご出演いただきます。号砲が福島の空を貫きました。第32回東日本女子駅伝がスタート。晩秋に映える黄色のタスキに彩られた18都道県の1区のランナーたちが疾走していきます。大学実業団の選手と未来を背負う中高生の逸材でタスキをつなぐ東日本女子駅伝出場都道県チームです。ナンバーカード1の北海道から順に今回巻き返しを図る地元福島、連覇に向け最強布陣で臨む千葉、オリンピアン2人擁する東京、この2強が優勝勢力図の中心です。そこに割って入ろうかというナンバーカード18の静岡までの18チームが頂点を目指していきます。この状況の中、
18都道府県の1区のランナーたちが競技場を後にして6キロの道のりを駆け抜けていきます。さあ早くも東京上原がレースを引っ張るような感じになっています。ランナーたちが走りで語る未来、足跡は4年後の東京へ、さらにその先の世界へと続いていきます。福島から未来が生まれる、駆け抜ける9人のランナーの躍動感がいずれ世界がライバルとなることを証明する 42.195 キロ、飛躍する可能性を秘めた女性アスリートたちがふるさとの思いを乗せて輝かしい道に挑んでいきます。リオオリンピックランナーが登場。上原美幸20歳、第一生命グループ3年目、やはり引っ張っていきます。それについていくのが静岡の安藤由香、鈴木浜松アスリートクラブの3年目です。さらに18歳の岡本晴美、群馬の姿も見えています。それから14番は神奈川長浜由美香、高校3年生。さあオリンピアンに高校生が食らいついていく展開となるんでしょうか。1区は全員が22歳以下です。まさに明日を担うランナーたち、憧れの先輩を必死に追いかけていつの間にか強くなっていく、今年も絆の 42.195 キロをお伝えしてまいります。およそ5000人が走り16人のオリンピックランナーを生み出しました東日本女子駅伝、32回目を迎えています。今年も解説増田明美さんとともにお伝えしてまいります、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあオリンピアン登場ですが、すごいですね、一区からね、はい、オリンピアンの上原さんに対して、はい、こう挑もうとする威勢のいい選手ばっかりですね。高校生8人も負けてますね。そうですね、もう群馬の岡本さんはなんか出るタイミングを狙ってますし、はい、また画面右側では静岡の安藤さん、はい、都道府県女子駅伝でも1区2年連続区間賞でしたけども、ね、みんな上原さんの胸を借りようじゃなくって、もう挑戦しようっていうこの意欲的な走りがスタートから始まってますね。そうですね、神奈川の高校生長浜、そしてその隣には秋田の鈴木の姿も見えています。まもなく1キロを通過してまいりますが、この辺りのスプリットどれくらいになるんでしょうか。3分12から13くらいでしょうかね。まずまずですね、入りとしましたらね、はい、まあ、今日暖かいですからね、コンディションもいいですし風も今のところないので、はい、これからどんどんペースが上がりそうな雰囲気ですよ。このまま行きますと5キロは16分0秒、6キロだと19分12秒という速いペースになりました。それでも私は区間賞を取りますということでね。なるほど、キーホルダー集めるのが趣味で、今まではネバーギブアップのネギマでしたけども、はい、今はリラックマーに変わってます。あ、トレンドも変わっていくわけですね。そうなんです、ちょっと今はリラックスする時期だということで、はい、リラックマーをつけてます。リオオリンピックの 5000m では本当に選手たちに勇気と感動を与えました。さあそれではこの1区の走りを第一放送車吉川美香さんはどうご覧になってますでしょうか。実況はフジテレビ塩原常夫アナウンサーです。とにかく一斉スタートのこの1区、その中でセンターのポジションは譲らないとばかりに東京オリンピック日本代表の上原が飛ばして、こうなんとかこの中心に位置していますけれども、吉川さんはスタート前からこの上原選手のメンタル面注目というふうに話をされてましたけれども。はい、そうですね、上原選手今年リオオリンピックを走りまして、オリンピアンとして臨む今大会、はい、プレッシャー、緊張感両方ともすごく感じているかとは思うんですが、うん、その中で楽しもうという思いもすごく伝わってきたので、力強い走りが見れるかなと思っています。20歳ですけれども、ライバルたちがまだそれよりも若いというところ、このあたりが注目になってきますかね、はい、そうですね、17歳18歳負けられない戦いになるかと思います。1区の戦いはとにかく若さの中で誰がアピールをしていくのか、これからもこの先頭グループから目を離せません。2キロを通過しました。スプリットですけども、1キロまでが3分13、2キロまでが3分12と刻んでおります。なかなかの速いペースですね。速いですね、はい、徐々に上がっていきますね、群馬の岡本さんあたりがなんかちょっとこう行きたくてしょうがないような感じに見えますね。少し走行ラインを変えたような気もいたします。やはり社会人4人のランナーが、先頭争いを引っ張る形になりました。安藤さんの方がちょっと前に行きましたか。あ、そうですね、静岡、はい、22歳の安藤由香がレースを引っ張る形になったでしょうか。静岡県は過去最高順位、最高タイムを目指しています。過去最高順位は4位、タイムは2時間19分37秒という記録が残っています。 JRA 福島競馬場を左手に見ながら、ランナーたち少し縦長になってきたでしょうか。安藤さんが上げてるからですね。安藤が上げています。そして池上がついていきます。国連の1年目、
去年は市立船橋高校千葉チームとして出場、優勝メダルを持っています。そう、池上さんはね、プリンセス駅伝でもね、1区から積極的な走りをしましたね。上原の動きどうご覧になります？いいですね、いいですね、はい、安藤さんに対してもすぐに対応してますね、そして長野の和田優奈もしっかりついています。長野東高校の2年生、日本選手権 1500m で4位に入っている実力のランナーです。それから先月の国体でも長野の和田さんは 1500m 2位に入りましたね、はい、その前には神奈川長浜由美香、アンカーには立教大学3年生の泉田が控えています。さあ、これからレースは動きます。東日本女子駅伝の物語がスタートしました。第一放送車、塩原さん。いや、これ吉川さん、一区中間点のその看板、その目印を合図にしたかのように飛び出しましたね、ポンと。はい、本当にラストスパートかのように一気に飛び出し、ピッチもかなり上げてきています、はい、もうどうでしょうか、2位以下を100メートルぐらいの差をつけた感じになってますかね、はい、2位には群馬、さらには長野、東京、それから静岡がつけているというようなことになっていますか。はい、千葉の加世田は5キロを15分59で通過していきます。さあ、その後ろですけれども、その差はどうでしょうか。3人が追っているわけですけども、塩原さん、その差はまだ、これ、イグサさんね、はい、東京が遅れてますね。現在6位、22秒の差がついています、はい、先頭の千葉から22秒の差がついて東京6位です。ですから2位争いの3人は今2位に上がってきたのが、これ長野ということになりますね。長野の後方は静岡と続いてますか、はい、やっぱりちょっと上原さん疲れが出てるんですね、7割ぐらいって言ってましたから、まあ、気力では区間賞ってことでしたけども、やはりオリンピックにピーク持っていきましたから仕方ないところもありますね。高校生の加世田梨花が先頭、そして現在の2位も長野の高校生和田、若い力が引っ張って、そして群馬の岡本晴美が現在3位につけているという状況になっています。東京は現在22秒差5位グループという情報が入ってまいりました。長野の和田も迫ってきています。 1500m の強さをここで生かすのかどうなんでしょうか。区間新記録になるかもしれないですね。ここから上げていくと、あるいは区間新もあるかもしれません。そしてやはり岡本もついていく、そして静岡の安藤もついていきます。まもなく忍橋、さあラストスパートに入ります。高校生が区間賞ということになりますと、まさに久々です。アトランタの年に渋井陽子が高校3年生で区間賞を取りました。それ以来、さあ、迫ってる。長野の和田さんは自分の持ち味は今年に入ってからこのラストにキレが生まれたってことを自信に持ってますから、ちょうどいい感じでこう今抜こうとしてますね。若干苦しそうな走りになりましたけれども、見る差が縮まってきました。区間賞争いはまだ分かりません。千葉なのか長野なのか、3位に現在群馬、そして静岡と続いています。第一中継所が近づいてまいりました。第一中継所は福島テレビ鈴木浩一郎アナウンサーです。今抜きました。リオオリンピックランナー、東日本最速ランナー、エース級の大学生、それらを全てしのぐ形で第一中継所トップで向かってきたのは、ナンバーカード17番長野県チーム、なんとなんと高校2年生和田優奈です。高校2年生の2人が前を行く形、ナンバーカード17番和田優奈が長野県の最速ランナーが今たすきを渡しました。長野県が区間賞、そして2位で千葉がたすきを渡しました。加世田梨花がたすきを渡しています。そしてナンバーカード10番、3位で群馬が行きました。その後ろ少し差がありまして、ナンバーカード18番静岡がたすきを渡しています。長野県は5年ぶりの区間賞となりました。そしてナンバーカード5番秋田がたすきを渡しています。ここから少し後ろの集団とは差が開いています。ここで来ました、ナンバーカード13番東京の上原美雪、リオオリンピック 5000m 日本代表上原美雪、今たすきを渡しました。舞台は整いました、役者も揃いました。東おろしに背中を押され、千葉の南日向29秒差をひっくり返して、さあラストスパート、待っているのは大東文化大学、大学女子トップランナーの関谷夏樹です。さらにはその後ろから長野の細田愛も待ち受けていますが、まずは千葉南日向トップで2年ぶりの優勝へ、関谷が今走り出していきました。千葉がこのアンカー区間トップでいきました。さあこの先10キロ先のゴール地点、
微笑むのは千葉か、それとも長野か。さあ続いて長野の松井美代の力走、そしてラストスパートを待っているのは笑顔のキャプテン、満を持して細田愛が今たすきを渡しました。細田が行きました。長野と千葉17秒差、差が開きましたね。群馬は不破アリス、不破セイラが一気に順位を押し上げて現在は5位6位となっています。さあそして中継所です。中継所どうぞ。3位神奈川です。3年連続アンカーを務めますキャプテンの泉田真希、今スタートをしていきました。トップ千葉が行ってから神奈川までで1分17秒差、そして3チーム団子できています。3チームラストスパート、さあ最後の争いですが、静岡か茨城かそれとも群馬か。まずはわずかに出ました、わずかに出たのが静岡です。4位で静岡、しかし負けじと茨城も盛り返す。静岡そして茨城、今2チームが同時スタート、さらには群馬も行きました。ここまで第8中継所アンカーにつないだのは6チームです。静岡の安藤由香が飛び出していきました。キャリア初のアンカーということだそうですね、増田さん。はい、なんかもう3年後に向けて全てチャレンジしたいって言ってましたね、はい、駅伝でも1区が多かったんだけど、まあ、今回どれだけまとめられるかってことで、あの10キロを31分台では走りたいって話してました、はい、そして第8中継所ランナーです。はい、7位です。東京三輪奈穂から本廣由美へ、さらには宮城です、門脇奈穂から武田千夏へ、今タスキが渡りました。ここまでは8チームがアンカーにタスキをつないでいます。ご覧の映像は現在4位の静岡です。現在4位の静岡ですが、茨城をトラインとしています。さあこの安藤の独特の走りですね。那須川さんどうですか。そうですね、忍者走り、なかなかちょっとまた私と違うタイプですので、なんかすごくこう効率のいい無駄のない走りで、とても羨ましいなと思います。昔は教科書通りの走りって言ったらね、はい、肘を後ろに引いて前後に大きくって言われましたけど、そうですね、そういうのはもうあんまり関係ないんでしょうかね。そうですね、やはり選手も体格骨格などが人それぞれ違いますので、その人の体に合ったフォームというのが一番理想のフォームですので、安藤さんにはこの忍者走りというのがすごく、うん、理にかなった走りになっていると思います、ね、先輩の高橋直子さん、キューちゃんにね、はい、名付けられた忍者走りですけど、はい、なんかライバルの会社の方では、ええ、ライバルの会社のバイクの商品名なので忍者っていうのは違う呼び方の方がいいって会社の人は言ってて、できればはやぶさとか刀はどうかななんて冗談を言われてました。なるほど。さあそして、まあ、しっかりとこの茨城の石澤とともに並走ということですが、石澤も強いランナーですからね。強いランナーですね、あれですよね、日本選手権なんかでも走ってますね。全日本実業団で1万メートル8位ですね。さあ今安藤が前に出ました。安藤由香が前に出ています。石澤が中継場時点では前に出ていたんですが、安藤が逆転の4位です。マラソン世界陸上ランナー東京五輪を最も期待される一人という安藤、この福島から世界への足がかりを作れるかといったところ、静岡のアンカーを任された安藤がここでも激走が見られるかもしれません。安藤の前には神奈川、長野、そして千葉と3チームです。現在4位に上がっている安藤由香です。さあ今年はどんな展開が待っているんでしょうか。おっとこれは石澤安藤の2人が泉田に迫ってきているのかという映像ですけれども、第2放送車広岡さん。そうなんです、静岡の安藤、さらには茨城の石澤、この2人がですね前を行きます。3位の神奈川のアンカー泉田真希に対して、中継所では20秒あった差が今手元の時計では11秒まで迫ってきています。栗山さん、はい、前この泉田の走り自体も悪くなさそうに見えます。泉田さんもいい走りしてるんですけども、後ろからもじわりじわりこう上げてきてますね。泉田さんもそれ、まあまあちょっと怖いだと思うんですけども、まあ、頑張って走ってます。後ろから追い上げてくる安藤由香は言わずと知れたロンドン世界選手権マラソンの日本代表です。ですから各チームがこの安藤に対してどれだけのリードを保てばなんとかなるだろうと、そういうような、ね、監督さんもこう川沿いをする中で、この差というのはどうでしょう、平山さん。この差は、はい、じわりじわ追いついてくると思いますね、はい、この忍者走りと呼ばれるこの走りについて先ほどスタジオの方でも話ありました、はい、平山さんはどういうふうにご覧になってますか。私は一定ペースで走るマラソンの中間走とかはこう腕振れなくてもこの効率が良くていいと思うんですけども、やはり上りになったりですとかスパートかける時のこう走りの動きスピードを一段上げる時の起点ってやっぱり腕の振りだと思うので、はい、やっぱり少しこう
あの地形とかそのスピードアップに合わせて振った方がいいのかなとは思います。今手元の時計で前を行く神奈川の泉田に対して9秒差、じわりじわりとその差を詰めてきている静岡の安藤、さらにはそれにしっかりついている茨城の石澤ゆかりです。あ、これはもうすでに10秒ほど差を詰めているという安藤そして石澤の2人です。それでは安藤ゆか選手のレース前のコメントです。積極的に前半から押していって、やっぱり自分がどんな状況であってもどんな状態であってもやっぱり上位でしっかり最低に走っていくっていうのはやっぱり世界大会にもつながっていくかなって思います。そうですね、あのロンドンの世界陸上ですごい反省しましたからね。あの時にライバルのキルアさん、名古屋の時の優勝者キルアさんについていくことだけ考えてたんですよ、はい、だから世界大会でやっぱり自分に主導権がないとあの勝てないんだってことを学んだようですね、はい、だからもう積極的に駅伝でもっていう感じ。そうですね、やはりあのレースはあの人のレースにつくっていうよりも自分で動かすっていう時の方がやはりこう主導権を先ほど握るということがあの非常に大事になってくるので、もう安藤さんにはそうですね、あのこのまま石澤さんもすごく力のある選手ですね、2人の力をあのうまく使って前の3位のそうですね神奈川県チームとこれまた3位争いもすごく見ものになってくると思います。そうですね、いわゆるレースを作ると言いますけれども、この安藤もこの大会この区間に課題を持って臨んでいると聞いています。あ、これは泉田の姿がさらに大きくなってきたでしょうか。3位争いはこの3人の集団になりそうな予感です。3位が入れ替わりそうです。第2放送車広岡さん。はい、先ほどからこの前を行く神奈川県チームの泉田真希、なかなか詰められそうで詰められない、逃げていたんですけれども、この4キロを過ぎたところで後ろからナンバーカード18番の静岡のアンカー安藤由香、そして茨城の石澤、この2人がぐぐっと近づいてきて、この忍橋の上さらにその距離が縮まってきました。平山さん、ここでようやく縮まってきましたね。そうですね、ここで追いついて3人一緒のグループで前追いかけてほしいと思います。まだ残り距離があります。この3人が集団になる可能性もあります、はい、3位4位5位、これは一団となって神奈川も疲れた時が進化発揮する場面かもしれませんね。そうですね、はい、あの田村由紀さんっていうね、90年代の陸上界の大スターの娘さんです、はい、真紀さんは立教大学で男性とたまに練習しながら、はい、あの自分でメニュー作ってやってるらしいですね。アマ中学2年生からこれが6回目の出場になります。今年は立教大学の4年生大学4年生になりました。中継所では17秒差ありました。千葉が今通過です。関谷は16分07秒で通過していきます。速報タイムです。16分07秒で関谷が通過、千葉が先頭です。そしてそれを追う長野です。長野の細田、日体大4年生、表情はどうか。あ、今手袋でしょうか、何かを放り投げました。中間点を通過、24秒差となっています。千葉と長野は24秒差。そして3位が入れ替わっています。生田さん、はい、3位が変わりました。引っ張っているのは茨城のアンカーの石澤です。そして静岡のアンカー安藤はその石澤の影に隠れるような形、後ろにぴったりとついてひたひたと走っています。泉田はややその後ろ、しかしそれでも歯を食いしばってその2人についていこうという形。栗山さん、はい、石澤が引っ張る形になっています。そうですね、安藤さん後ろについて本当にひたひたと走ってる感じですね。まだここから5キロ以上あるという道のり、あるいは溜めているのかという安藤由香のその走りになっています。石澤さんがいいですね。そうですね、あの昨年アルバカーキーの合宿で少しお話しする機会があったんですが、あの茨城県の、あの代表にあの都道府県の方で選ばれた時に、あの地元で走れることがすごく嬉しいというふうに話していたのがとても印象的でした。はい、去年ですね、陸上生活13年目で初めて県代表に選ばれたという嬉しさを語ってくれましたけれども、2年連続で、あ、今ちょっと時計を見ました。中間点まもなく通過、3チームがほぼ同時に通過していきました。3位茨城、そして4位の安藤の走りどうですか、どうご覧になりますか。安藤さんは相変わらずで、ね、なんか後半に備えてるっていう感じで、まだ力を溜めているような温存した走りですね、はい、そのような走りにも見えます。そしてその背中を追って泉田がぴったりとついている3位4位5位の展開です。先頭は千葉、
やや差を離して24秒差で5キロ地点を通過していきました。先頭千葉、2位は長野、そしてこれが3位争いとなっています。さあこれからどんなドラマが待っているんでしょうか。アンカー区間は後半戦に入ります。先頭千葉、そして2位長野です。そしてその後続の3位集団ですが、静岡安藤が前に出ましたでしょうか。広岡さん、そうなんです。 6.2 キロを過ぎたところでこの3位グループ、静岡安藤、そして神奈川泉田、そして茨城の石澤、この3人の対です。初めて安藤由香が一番前という形になりましたね。広山さん、ここに来て前に出てきましたね。そして泉田さんが追いつかれてからここをすごく粘って走ってま す、ね、で苦しいと思うんですけども、しっかり粘って最後切り替えるところができたら前に出たらいいんじゃないかなと思います。1万メートルの持ちタイムでいうと、順番でいうと安藤、石澤、泉田の順番で、安藤と泉田は持ちタイムでいうと50秒近く差があるんですが、それでも泉田がこう粘ってますね。ですからまだこれ残り距離ありますんで、これ3位争い、メダル圏内争いという意味では全くまだこれ予想つきませんね。そうですね、まだ予想つかないですね。ただここで安藤がこのグループを引っ張るという形になっています。静岡の安藤が3位に上がって、この3位集団を牽引しているという形になっています。セリクで悔しい思いもありました。この駅伝でのアンカーというのは、平山さん自身も経験あると思うんですけども、そうですね、いかがですか。やはりこの区間で順位が決まってしまうので、順位下げないようにと思ってみんな走ってると思います。その中で、この3位集団、メダル争いに、焦点が絞られた中で、残りが2キロを切ってどういったこの後展開を見せるのか、依然として3人のマッチレースが続いています。この安藤と石澤の、速報順位ですけども、前半5キロ16分02ですから、31分台になろうかというようなハイペースの走り、さすがの走りを見せています。言ってました、もう31分台では少なくても行くって、安藤さん、はい、有言実行ですね。その走りは衰えておりませんけれども、石澤さんもすごいですね。そうですね、本当に2人の力がいい方に向いて、すごくいいペースを作っているんだなというふうに感じますね。石澤さん、実業団チームエディオンにいるんですけど、そこがちょっとプリンセス駅伝で残念な結果だったんですよ、で決勝に進めないってこともあって、なんかそういう悔しさなんかも ここで走りにつながっているのかなと思います、ふるさとへの思いやそんな悔しさも込めながら、石田も頑張っています。そして神奈川の泉田も積極的に前に出ようかというような走りを見せています。3人の並走はまだまだ続いています。さあそして先頭は国道4号線に別れを告げまして、今取り付け道路に入ってきました。残り1キロの地点を通過していきます。後続長野の姿をこの画面から捉えることができません。さらに差を広げたんでしょうか。さらに差を広げて千葉の関谷夏樹の走り、優勝に向かって、2年ぶりの優勝に向かって千葉関谷がひた走っています。優勝への一途な思いが競技場で花開こうとしています。2年ぶりの V 奪還、歴代最多の9度目の優勝へ、千葉がトップで競技場に姿を見せました。東日本最強を証明する晩秋のレースは、いよいよチーム力の結実、優勝が近づいてきました。最終区9区アンカーの千葉関谷、大学切手の気鋭のランナー、学生トップランナーが優勝のフィニッシュテープに向かって疾走していきます。チームメイトへの思い、さらには郷里への強い思いで結ばれたタスキが9人の手につながれ、千葉今最高の形、優勝へと昇華しようとしています。千葉の激走は台頭した新生と気鋭のランナー9人で生み出しました。1区加世田光一でスタート、そして2位今長野細田の姿も捉えましたが、トップ千葉には届かないか、連覇ならずか。さあそして千葉2区エース木村が3年連続区間賞の力走、3区4区の中高生が粘って、5区風間が高校1年生見事区間賞、6区の上田も区間賞、7区藤村、8区南中学2年生が30秒差を逆転してトップ、この8人でつないだ襷をアンカーの関谷に託しました。無限大の伸びしろ、次世代の選手たちの走りが光った千葉、高みを望み頂点を仰ぎ見て、ひたむきに駆け抜けた9人のランナーたち、世界への道を開く限りない情熱を胸に、夢の詰まった原石たちがここから自らの走りをさらに追い求めていきます。福島から世界へ羽ばたいていく夢を乗せ、千葉が2年ぶり歴代最多の9度目の優勝を飾りました。アンカーの関谷が
見事な走りを見せました。千葉が2年ぶり東日本女子駅伝を制しました。さあ激しい3位争いです。静岡安藤の姿も見えました。さあ2位の細田、最終区このトラック残り 100m を切るという形で連覇なりませんでした。長野関谷がに追いつくことができませんでした。さあ細田が今長野連覇ならず2位でフィニッシュということになりました。優勝は千葉、2位が長野。さあそして激しい3位争い、世界を経験した、さあアンカーの静岡安藤が去年と同じく3位でのフィニッシュテープということになるんでしょうか。茨城の石澤もしっかりとついています。激しい3位争い、安藤と茨城の石澤、お互いの思いが交錯しています。トラック勝負になりました。さあここであっと石澤が前に出る、安藤を捉えた、世界を経験した安藤を捉えて前に出ました。茨城が3位へ、ラストスパートを一気に駆け抜ける、静岡安藤を捉えて、さあ最後一気に駆け抜けて見事3位をつかみました。茨城表彰台3位、安藤抜かれて4位となりました。さあそしてこれで5位が神奈川フィニッシュということになりました。